はい、おはようございます。オレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算50日目ということで、 2×5×5 の日でございます。はい、それでは早速ね、毎朝恒例になってまいりました、朝のオレンジ先生はどこだのコーナーです。はい、とりあえず3秒ね、時間あげましょう。3、2、1、タイムアップということで、今回はこの右下のイラストですねの寿司のこの板の上にお寿司の横に並ばせていただいておりましたということでございます。ですね、まあそれは置いといて、今回50日目ですよ、記念すべき。パッパーラパッパーラパッパラパラパッパーパッパーラパッパーラパッパラパラパッパー今僕の中でこうファンファーレみたいなね、なんかパパ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 ーンみたいなものをイメージして自分でね、こう効果音として歌おうとしたら、まあ多分これで見ている小学生の方は分かんないと思うんですけど、昔ねスマップというグループがいまして、でそのスマップがやっていたね番組でスマップスマップっていう、まあ、番組があって、そこでね料理を作るコーナーがあったんですよ。でそこで料理が完成した時のなんか音を言ってしまったっていうことにちょっとだけこうね懐かしい、なんで今それ出たんだろうみたいな含み笑いをしてしまいました。パッパーラパッパーラパッパラパラパッパーンってね、まあ伝わってる人多分ね2人もいないと思うんですけれども、はい、ということで、まあ、それはどうでもよくて、で記念すべきね50日目でございますよ。まあちょっと語ると長くなりそうだね。まあでもいろいろありました、1日目から。もう動画のスタイルも変わってきたし、まあ、まずねもともと最初は実写じゃなかった、そもそも一番最初は解説なかったですからね、解説すらなかったから。で解説がついて、で実写化されて、でこの素因数分解をするね、この何日目っていうのを素因数分解をするっていう流れができて、でそして部分分数分解が流行りまあ流行ってたのは僕の中だけなんですけど、そして実写化をして、この最初のねオレンジ先生はどこだっていうコーナーが始まりと、いろいろとこうね歴史ができてきたんじゃないかなという感じですね。50日目、またこれはね別でちょっと動画用意しようかなと思ってます。50日を迎えてみたいなね動画を用意したいと思いますので、そちらをぜひ、見ていただければなと思います。それではね早速やっていきたいと思います。今回もね別に特別なことはありません、いつも通りカッコ1番はこれで大見林中学校と呼ぶのかな、ちょっとだけちょっと調べますね。はい、これは大見林と読むよ、そうですね。括弧1番は大見林中学校、括弧2は吉祥女子、これ吉祥女子かなちょっとね初めての学校はねちょっと読み方難しいですよね、吉祥っぽいで、吉祥ですね、吉祥女子中学校で、括弧3番は渋谷教育学園渋谷中学校、渋々でございますね。やっぱこういろんなね、まあ50日もやってますからいろんな学校を見てきましたけれども、本当にね初めて知る学校であったりとか読み方わかんない学校であったりとかね、まあいろいろありました。はい、ということでね、今回もやっていきましょうということで、今回も入試問題からの抜粋です。今回のオレンジ先生タイムは5分31秒です。はい、ということで、まあ、少しね長い、少しじゃないな、平均4分前半ぐらいですから、まあ、5分31秒っていったら結構長い方ですね。ロング計算ですね、ロング計算問題ということで、それを基準に制限時間は7分にしております。問題を移す時間も含めての7分、はい、ということです。よければタイムなどご意見などご質問など気軽にコメントください。よろしくお願いします。白い紙とペンを用意してください。それでは50日目、記念すべき50日目始めていきたいと思います。3、2、1、スタート。
はい、ということでそこまでにしたいと思います。まだ解きたいという人は一旦動画を止めて、自分の納得いくまで解いてみてください。それでは回答です。ドン。カッコ1が 1.24、 カッコ2が3分の2、カッコ3が 4.465 でした。ちなみに 4.465 をこれ分数で答える場合は200分の893とか4と200分の93となります。はい、それでは見ていきましょう。はい、カッコ1番からですけれども、まあ、これはね工夫です。工夫ができる問題ですね。まあヒントとしてはやっぱり2個目と3個目にねこの124が共通していると。ってことは、まあ、124に何らか関わることでまとめてあげる結合法則を使うんだなって感じなんですけど、じゃあ一つ目のブロックに124に関わる数字があるかっていうと、これあるんですね。 0.62 が実はこれ2倍すると124になるんですね。はい、ということでじゃあ今回は124で、まとめてあげましょう。でまあ124の中で一番小さいのは 1.24 ですから、1.24 でまとめてあげると、まずこの 0.62 を 1.24 にするには2倍しなきゃいけないね。うん、ってことは2倍するということはこっちを2分の1倍しなきゃいけないね。帳尻合わせでね、こっちを2倍するってことはこっちを半分にしなきゃいけない。はい、ということで括弧 0.28 足す、ここは2つ目のブロックは 1.24 にするってことは小数点を1個左にずらすってことだから帳尻合わせ、こっちは右に1個、ずらしてあげると 1.45 引く、まあ、ここはそのままでいいですね。3つ目のブロックはそのまま 0.73 となります。はい、ということで、まあ結合法則の結果こういう形になります。括弧の中ねこれ計算すると1になります。ということでまあほぼ暗算で 1.24 と出せるでしょうということでした。はい、2個目です。2個目ねめんどくさいですね。はい、ゴリゴリタイプです。まずは僕は逆トーナメント表を書きます。計算する順番通りにね。でこの10割16分の9かける 0.6 っていうのはもうこれは掛け割りの話なのでいっぺんに計算しちゃいましょう。10かける9分の16かける5分の3、まあもしくは10分の6どっちでもいいです。はい、ということでそれを計算すると3分の32。あとはもうゴリゴリ計算していくだけ。特に計算の工夫は必要ありません。ゴリゴリ計算していくだけです。はい、じゃあ3つ目です。はい、3つ目もね、めんどくさいですけれども、やっていきましょう。まず最初に関しては、まあ、これ小数分数混合問題とはいえ、小数同士の引き算ですから、まあ、ここは暗算でやりました。0.1761 と。で、割る 0.03 に関しては、まあ、ここはちょっと悩みどころですけれども、まあでも、まあ僕は分数でやりましたね。はい。分数でやるために整数にしてあげました。小数点右に4つかな。それぞれずらしてやると、1761。で、こっちは300になるから、300分の1761ということになります。で、約分して100分の587。で、右側に関しても、それぞれ計算してあげると、24分の281。あ、違うわ。200分の281になるのか。はい、ということで、まあ、それを引き算してあげると200分の893になりましたということです。はい、ということで、まあ、今回ね工夫できたのは1個目だけで2個目と3個目が結構めんどくさい問題だったので、まあ、5分台ということです。まあね、ゴリゴリ計算するの得意な人にとってはもうちょっとね早く解けたかもしれません。はい、ということで記念すべき50回目いかがだったでしょうかね。続けると50日にもなるよということですね。はい、またちょっと改めて言いますが、50日目の感想とかね変化などいろいろなこう募る思いなども、また一本の動画にしたいと思いますので、そっちもぜひご覧ください。はい、今回は以上にしたいと思います。勉強になったなという方はぜひグッドボタン、オレンジ先生よく50日頑張って続けたなという方もぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上オレンジ先生でした。また明日。チャンネル登録よろしくね。50